こんにちは、双葉不動産原です。今回は賃貸借契約について説明させていただきます。こちらちょっと拡大してください。大丈夫ですか？はい。賃貸借契約について、まず賃貸借契約とは何ですかということなんですが、借主様と貸主様で、契約の内容に合意をしていただくと、内容に合意をした上、書面で賃貸借契約を行います。不動産業者は、証拠を残すため必ず書面で契約をしております。実際に借主様と貸主様が口頭で契約を貸すよ借りるよって言って契約することも実はできます。学生契約というんですけど、ただその場合書面も何も残んないので、まあ間違いなく紛争になります。その紛争を抑えるために不動産業者が間に入って書面を作って契約を行う。ですので私どもの不動産業者の意義の最大の目的はここです。紛争防止をすることです。安心して入居していただくお手伝いをするために私ども不動産業者がいます。はい。でどういった契約をするかと言いますと、1番、まず重要事項説明という説明を行います。宅建業法第35条という法律がありまして、私ども不動産業者は、重要事項説明をしないと契約しちゃいけないという決まりがあります。宅地建物取引士というですね、資格を持った人間がですね、重要事項説明を行って借主様に署名捺印をいただくということです。私も取引士ですが、そういった資格を持っている者が説明しますということです。で続いて、紛争防止条例についてです。これは東京都ルールといいまして、賃貸住宅の、賃借貸借に係る紛争を防止するためですね、原状回復と、出た時 の、 その清算の話なんですけど、そういった、関する民法等のですね、法律上の原則とか判断についての説明をいたします。主に敷金の考え方ですねを説明させていただきます。で3番、賃貸借契約書の読み合わせ、1番2番の書類を読み合わせした上で、契約書の署名捺印をいただきます。4番、火災保険等の説明、契約書を終わりましたら火災保険等がありますので、その火災保険の説明、あとはゴミのこととかですね、あとは管理、もし何かあった場合にどこに連絡するとか、そういった細かい説明を行って、賃貸借契約は終了いたします。だいたいですね、契約時間1時間ぐらいだと思ってください。そちらを得て、終了という形になります。